はい、笠駒です。今日は2020年7月16日です。 PW の苗の、その後の様子をですね、なかなか長雨が続いたりとか、いろんな私の体調不良とかで、ね、ちょっとタイミングが合わずですね、撮影ができてなかったんですけど、ようやくちょっと天気が回復して、今から剪定とかね、いろいろ様子を紹介しながら剪定とかやっていこうかと思ってます。で、まずはこの、カリブラコアのスーパーベルハニーベリーの姿です。で、4月25日ぐらいに植え付けとかしてるので、まあ約50日ぶりぐらいですね。はい、ちょっと飽きすぎましたね。で、大きくなったらこう鉢の縁でね、切っていかなきゃいけないんですよ。で、まずね、これ切りますね、鉢の縁でね。ちょっと色も今悪いですね、しょうがないですね。まあ今からちょっと回復できるように、天気もね、早く梅雨が明けてくれれば天気も良くなって、もう少しマシな姿になるんではないかと思うんですけど、うちが本当に軒下がないのでね、お花を保護する場所がないんですよね。軒下とかある方はね、なるべく雨に当たらないように大事なお花とかね、避けて育ててらっしゃる方とかもいらっしゃると思うんですけども、本当うちはもうそのまんま雨ざらしで、全てのほとんど全てがそうなので育ててるんでね、もう仕方ないですね。はい、ではまずは、こちらハニーベルの方からちょっと今乱れてますので整えていこうと思います。はい、それではですね、まずね、この鉢の縁で切っていかなきゃいけないので、まあこういう感じですかね。この鉢の縁で切り揃えていく感じで、もうバサバサバサと切っていきます。本当はね、こういうことは梅雨になる前にやっとかないといけなかったのでしょうがね。でもこういう根元の方に短い枝もありますよね。で、それをどんな感じで残していくかって、先の株の膨らみ方変わってくるので、イメージしながらやればいいんだとは思うんですけどね。でも、もうあまりね、考え込んでやりすぎるとね、ストレスにもなるかもしれないので、まあとりあえず鉢の縁で切るということをまずやっていきましょうかね。こういう感じでね、多分こういうのは美容師さんとかやっぱり上手なんでしょうね、剪定とか。この枝がこんな感じで伸びるから、ここは残してとか、これぐらい切っといたらこれが先々こうこれぐらいに伸びるからとか、こうパッと見てわかるのかな。ねえ、どうなんでしょう。え、ほら、もうほら、芽が出てきてるのかありますよね。こうね、新しい芽がね、こっちを残すかこっちを残すかみたいな感じですかね。こっち。この辺でいいかな。ここは外側になっちゃうから。なんか私割と本当に剪定っていつも短く
切りすぎたりして枯らすことが多くて、ほんと怖いんですよ。かといってね、あんまり神経質になったらね、するのが億劫になって、剪定することが億劫になって、このような事態にもう50日も経っているというね。ね、本当はこれ梅雨前にやっとかないといけないですよね。まだ梅雨は明けてないはずなんですけどね。でも春の時のお花に比べると色も悪くなってますね。やっぱり雨がいっぱい降ったから、なんて言うんだろう、あれ化成肥料はあげたけど、なんだ、あ、液肥をねあげなかったんですよ、ずっと。そう、雨降ってたから、だからっていうのもありますよね。液肥の力はやっぱこういうお花ってやっぱり必要ですよね、液肥の力って。ということはバラもかな、やっぱり。ちょっと話変わるけど、バラに液肥を2年ぐらい前かなあげてたんですよね。1週間に1回って書いてあったから、その通りで、分量を私間違えたんですよ。なんか倍ぐらいやってたんですよ、通常の。そしたらね、なんていうの、更新咲きっていうんですか、ブルームみたいな花ですよ。うちのあれです、マイガーデンっていうバラなんですけど、丸弁更新咲きというんですかね、丸ビラ更新咲きというんですかね、ちょっとなんて読むんだろう、後で調べてきます。オールドローズっていう咲き方になるんですかね。私もあんまり詳しくないですよ、実は。あんまり勉強不足でね、とにかく更新咲きですよ、ロゼット咲きとかじゃなくて、ああいう花の咲き方するはずが、八重咲きみたいに花びらがビラ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 増えて、なんか全然違うお花みたいになってましたよ。やっぱ液肥ってすごいですね、なんだかんだと仕事しますね、ちゃんとね。全然違う話はしてるけど、で、この真ん中は残ってったでしょ？真ん中。これどうしよう。でもふんわりになるためには、でも こんなんは切った方がいいですよね。ふんわりになるってことは、ここは短い方がいいってこと？よね？長かったらおかしいよね。だから、こんな感じで切っていいのかな？こんぐらい切っていいかな。なんかお山の上にこんもりになればいいかな、とりあえずね。明日も晴れるかな。明日は肥料あげなきゃ、液肥あげなきゃね。こんな感じでいいかな。なんかね、バランス、こんもりこんもりこうなるイメージで切らなきゃいけないか。こういう感じかしらね。切りすぎかな、いいかな、これで。ここがあれね、これいいかな。まあいいでしょう。切りすぎても怖いし、こんな感じでまた花芽ついてくれるといいんですけどね。あと肥料あげなきゃね。はい、できました。はい、続きましては、カリブラコアの
スーパーベルリッチ、こっちの方はスーパーベルリッチの方でリッチです、森となるはずです。こっちの方がサンライズの方ですね。こちらもねやっぱり色味がねちょっとね液肥も上げてなかったから雨にずっと打たれ続けてあまりいい感じではないんですけど今の状態ね。それでは同じように剪定していきますね。やっぱリッチっていうだけあってもうさっきのハニベルに比べたら花芽がもうすでにいっぱいありますね。なんか密度が濃いっていうんですかね、わかりますよね。でこういうね汚い葉っぱとか見つけたら取っとかないといけないですね、病気のもとなんでね。なんか剪定上手な人とかから見たら私すごい切りすぎだよとか思われてるのかな。まあ、鉢の縁に沿って切るっていう言葉しか大体載ってないですもんね。タグとかなんじゃ園芸情報のサイトとかね、鉢に沿って切りましょうぐらいしか書いてないですもんね。だいたい問題はこの中の方なんですよ。鉢に外側切るのは簡単なんですけど中をどう切るかで形って変わると思うんでね。すでにこう出てるやつとこれは切るべきなのかどうなのかとかね、汚いのは取りながら。やっぱ先々伸びていくことを考えたらおかしいのかな。これがあったらない方がいいかな。なんか横にこれだけある、きちゃえ。なんか鉢の縁に沿ってないけど全然いいかな、真ん中ないんですけどね。こもりになりますかねちゃんとね。でもこの中の方ほら芽が新しい芽がいっぱいあるのがあります。こんな感じでよろしいでしょうかね。黄色くなった葉っぱ、これなんだ、怖い。ちょっとはみ出したのは切りましょう。ここはみ出してたんで切ります。いいかな。これは切るべきなんでしょうかね。ここのこういうのなんか虫に食われてる、まあ、切ったらモリッとはなりそうだな。切っとこうかな。こうするとはみ出てるからやっぱ切るのかな。この辺なんか切りすぎ、なんか不安になるな。いつも剪定って
もう伸びるでしょ、伸びるでしょ。終わった花芽が。あった。こんな感じ？これ伸びてる？切ったがいいかな？切っとく？なんかこれはいいかな？このままで。森ってなる？この切り方で。なる？よし。まあいいや。はい、できました。2つできました。はい、今日は2020年11月13日です。かさこまです。皆さんこんにちは。こちら、カリブラコアですね。スーパーリッチの方なんですけど、このハニーベルは見てください。この綺麗でしょね、色も濃くなって秋色でこんな森ってなってますが、実はこちら見てください。後ろ全然こっち裏がね、枝が出なくって、こういう半分だけ片側だけ森ってなっちゃって、やっぱりほんと自信なくしますね、これね。剪定ほんと下手ですね、私ね。普通に切ってましたよね。切りすぎだったのかな、なんでこんなことになったんだろう。でも片側だけはすごいモリモリですよね。これ両方こうなってたのね、綺麗なのに。これいつのタンビングでまた剪定すればいいのかな。今のうちかな。でももっと、もうちょっと楽しみたいですね、花ね。だってうち多分11月いっぱいぐらいでしょう、花ね。あ、でも確か真冬も枝あったよね、カリブラコアって。うん、葉っぱあった、確か確か。だから去年なんかうちのカリブラコア咲いてましたね、一年中。そういえばこれも咲くかな。ね、どうだろう、そこの辺みたいですね。今枯れちゃったんですけどね、前ね、あの別のメーカーのブランドのカリブラコアね、一年中咲いてたんですよ、本当に。でそれも剪定失敗して結局枯れちゃったんですけど、なんかやっぱり植えっぱなしだと枯れちゃうみたいですね。 2,3 年持てばいいかなみたいな感じみたいな、なんかで読んだんですけどね。でこれがカリブラカーのもう一つの方でしょ、スーパーリッチ。こっちがスーパーリッチか、こっちがスーパーリッチね。でこっちもね、なんかね、変なの、なんか形が森とはなってないんですよね。やっぱ下手ですよねこう見るとなんでこんな、なんか盆栽じゃないけど、なんでこんなことになってるんだろうね。おかしいな、普通に切ったはずなんだけどな。またここ切ればいいのかな、伸びたとこ。とりあえずそしたらじわ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 森ってなるのかな、わかんない。ちょっとでもこっちのモリモリ加減はねすごいでしょ、半分だけだけど。あ、こっちがスーパーリッチだからこっちの方が本当は密になるはずなんですけどね。ね、でもこれも秋色で、黄色と赤でね、綺麗ですね。名前なんだっていうことでした。ご視聴ありがとうございました。かさこまでした。またね、経過ねお知らせしたいと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。そこまでした。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。